みんな、こんにちは。ハギーだよ。僕の顔、ちゃんと覚えてね。覚えてくれないと、泣くよ。今日は、虫歯がどうやってできるか、一緒にやってみよう。みんなは、虫歯を見つけたことあるかな？自分の口の中を見て、黒いところや穴が開いているところは虫歯かもしれないよ。お父さんやお母さんにすぐに教えてあげようね。それでは早速口の中を見てみよう。これがみんなの口だとしよう。どこに虫歯があるかわかるかな？おおお、正解。黒いところがあるよね。みんな虫歯を見つけたらお母さんかお父さんに伝えよう。約束だよ。そしたらここを大きくしてみよう。歯の真ん中の紫の部分が虫歯だね。じゃあこの虫歯はどうやってできるんだろう。まずみんながケーキみたいな甘いものを食べると口の中にいる虫歯菌が元気になるよ。口の中にいる虫歯菌は歯を溶かすネバネバな液を出すんだ。ポケモンに出てくる妖怪液みたいなものなんだ。それが歯につくと歯が溶けちゃう。おおおおおお。こうやって虫歯ができるんだけど、知っていたかな？このネバネバ食べかす虫歯菌が一緒になるとなんとうんこよりも汚いんだ。実はみんなの口の中はうんこよりも汚いかもしれない。おお、どうしよう。じゃあどうしようか。みんな知ってるよね。そう、歯磨きをすることでうんこをきれいにすることができるよ。一生懸命歯磨きをすれば大丈夫。みんなどうだったかな？口の中は実はすごく汚い。でも歯磨きをしっかりすることでビガビガにできるんだ。今日から頑張って歯磨きをしてみよう。ハギも一緒に頑張るよ。それじゃあまたね。バイバイ。チャンネル登録よろしくまーす。